朝ドラ、おむすびで、田中鈴音役を演じる、岡本夏美、CNHK 女優、橋本環奈がヒロインを務める、NHK 連続テレビ小説、おむすび、月土曜前 8.0 イコール土曜は振り返り。博多ギャル連合、ハギャレンのメンバー、田中鈴音、鈴凛役を演じるモデルで、女優、岡本夏美が、オフィシャルインタビューに応じた。岡本演じる田中鈴音、鈴凛は、ハギャレンのメンバー。橋本演じる、主人公、ケツと同い年で、いつもスナック菓子を食べている。手先が器用で、ネイルチップ作りが趣味という役どころだ。朝ドラ、おむすびで、田中鈴音役を演じる、岡本夏美、CNHK 出演が決まった時の気持ちは？決まった時はもう、ガッツポーズしました。朝ドラが大好きな母と祖母が何年も毎日見ていて、私も朝ドラに出たいな、二人が喜ぶ姿を見たいなとずっと思っていました。オーディションのきっかけをいただいたので、もう全身全霊で行くしかない、と挑戦しました。ただ、私自身は結構インドア派で、家が好きですし、そこまでお友達と遊びに行ったりしないので、自分のギャル要素はどこだろう？どうやって、それを膨らませよう？と考えながらのオーディションでした。しかも、鈴凛は、おっとりしていて、少し天然でゆっくり喋りますが、私は、比較的せっかちな、方なんです、かっこ笑い。なので、オーディションのお芝居でも鈴凛の外側より、どうやって、ギャルになったのか、どうして、ハギャレンの仲間たちと一緒にいるのか、その思いの部分を丁寧に描こうと努めていました。オーディションで合格をいただいた後に、プロデューサーさんが、鈴凛の幸せとは言い難い身の上話を割と、楽しそうに、悲しもうとせずに話している姿が、印象的だったと言ってくださって、しっかり見ていただけたことが嬉しかったです。朝ドラ、おむすび第5回のシーン、CNHK 演じる役、鈴凛について、台本を読むと、鈴凛は、お母さんの手助けをしたくて、学校を辞めてバイトしているとか、食費を浮かすためにスナック菓子を食べているとか、ずっと自分ではなく人のために動いているんです。でも決して悲観的ではなくて、自分が誰かの役に立ちたくてやっていて、大切な人のために行動できる本当に優しい女の子なので、そういう部分を意識しながら演じました。ハギャレンの仲間たちは、鈴凛のことをかわいそうと思ったりしないから、一緒にいられるし、居心地が良いんでしょうね。お金があまりないため、ネイルチップもハギャレンメンバーから余った材料をもらって、作ったり、メイクもギャルなのに、薄めなのですが、それも尊重してくれるのがハギャレン。鈴凛にとって本当に大切な場所なので、それを感じながらみんなとお芝居しています。ギャル特有の言葉遣いやイントネーションは最初は難しかったのですが、最近はノリとテンションで喋れるようになってきました。かっこ笑い。アドリブが多いのですが、それぞれの心の役作りが充実しているので、即興でアウトプットしても成立します。みんなと現場にいると、ギャルスイッチが入り、演じている時はもう本当に楽しいのですが、大きい声で話して、ずっと笑っているので、カロリーは結構消費しています。声取りなどはもはやスポーツで、取り終わったら、水ください、ってなるぐらいです。楽しんでやっているので嘘笑いは1ミリもありません。朝ドラ、おむすび第5回むすびん、ケツ、橋本環奈と、鈴凛、岡本夏美のシーン、CNHK 第5回のむすびん、ケツ、橋本環奈とおむすびを食べるシーンについて、むすびんと、鈴凛の関係性もまだすごく浅い段階。それでも鈴凛が、ポロッと自分の話をしたのは、むすびんが醸し出すなんとなく、話したくなってしまう感じや、話を聞いてくれそうな心の広さのおかげだと思うので、その空気感を出せたらと思いながらやっていました。二人
二人で黙々とおむすびを食べる微笑しいシーンになったなと思います。その後、スズリンの言葉がきっかけでムスビンがみんなと友達になるところもとても大事なシーンです。どんな言い方をしたら友達になりたいと思ってもらえるか、いろいろ考えながらお芝居したので、ぜひご注目ください。視聴者へのメッセージと、スズリンの見どころこれほど明るくなれる作品、つられて自然と口角が上がってしまうような素敵な作品に出られることが本当に嬉しいですし、視聴者の皆さんにも純粋に楽しんでいただけたらいいなと思っています。スズリンは優しくて笑顔が特徴的でずっと笑っている。ハッピーオーラの強い子でもあると思うので、そういうシーンに注目していただきつつ、彼女がなぜハギャレンにいるのかにもこだわって撮影したので、心情も追っていただけたら嬉しいです。細部にも見どころが満載で、メイクさんが心を込めて作ってくださった手作りネイルも、本当に可愛いですし、衣装合わせ中に、服装がゆったりしてるから、ぺたんこの健康サンダルみたいな靴だと嬉しいですよね、と言ったら作ってくださった番組オリジナルキャラコメッピー、コメッピがついた健康サンダルも見逃せません。いろんな子から集めたパーツで手作りしたという設定のアクセをつけているところにも器用なスズリンらしさが、ぜひ放送でチェックしてくださいね。岡本夏美、岡本夏美1998、平成10年7月1日生まれ、神奈川県出身。2011年にファッション誌、ラブベリーのモデルオーディションでグランプリを受賞。2019年からは、ノンノの専属モデルを務めている。女優としては13年の夜行観覧車で、連ドラデビューし、2018から21年の、かけ狂いシリーズなどに出演。おむすびの記事はこちら。